経験人数何人ですか、澤部さん。経験人数ですか。澤部はもうだって決まってるじゃん。一人ですね。一人ですか。はい。吉村さんは。その男優さんとかに比べればですけど、はい、一般の中では自分トップレベルだと思ってます。僕も存じ上げております。操縦して AV 業界に飛び込む。ね、岡田さんどうですか。すいません、ちょっと結婚して娘も生まれちゃったので、ゼロです。ってことはない、ゼロはないなわけないのよ。なんで子供生まれてリセットされて童貞になるの。